師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。火曜日のこの時間は何でもお邪魔隊です。八戸市内の様々な名所やスポット、施設などをご紹介します。こんにちは、小笠原千恵子です。今回は八戸市第三魚市場にお邪魔します。八戸市農林水産部水産振興課流通加工振興グループ主事の加賀雅人さんに伺います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、完成したばかりの、こちらが、そうですね、第三魚市場 A 棟になります。はい、に入れていただいております。そして今お話を伺っているお部屋がサーバー室となってますけれども。そうですね、ここはサーバー室と呼ばれておりまして、まあ、中で使うですね、魚体搬送設備と呼ばれるもののですね、関わるこう機械を置いたりですね、あとは漁船にこう供給する氷のですね、予約システムなどがここにですね、こう備わっている部屋になります。氷も特別らしいですね。そうですね、通常の氷を砕いて海水に入れてというようなものではなくて、殺菌された海水に粒子の細かい氷を入れて、まあ、シャーベット氷とかスラリーアイスとか呼ばれるものなんですけども、従来の氷よりも均一に魚を冷却することができたり、あとは粒が小さいですので、こう魚体を傷つけずに冷却して出荷することができる氷となっていました。まずはですね、八戸漁港の歴史から伺ってよろしいですか。はい、八戸漁港がですね、昭和35年に特定第三種漁港というのに指定されておりまして、この特定第三種漁港が何かと言いますと、水産業の振興のために特に重要な漁港としてこう国から定められているものなんですけれども、まあ、現在気仙沼とか石巻、あとはまあ八戸を含めてですね、全国に13港あるものとなっています。53号しかないんですか。そうですね、なので、まあ、それだけ八戸は昔からそういう水産業の振興にはですね、国としても大事な場所だというのがこう定められているのかなと思います。で、まあ、その他漁港の中には現在漁師場、まあ、3つあるんですけれども、まあ、その中で一番古いのがですね、紅葉地区にある第二漁師場で、建設されたのは昭和34年の8月になります。でこの第二魚市場が建設された後ですね、その後八戸の水揚げ量というのはどんどん増加していってですね、これに合わせて、昭和41年には鮫地区にある第一魚市場、昭和52年には第三魚市場が建設されて現在に至っています。その中で今この新しい第三魚市場は完成ということで。そうですね、まあ、ちょっとこれからまたお話しさせていただくんですけれども、まあ、現在市の方が取り組んでいる魚市場の集約化とかですね、衛生化というのを進めておりまして、それの第一弾として建設されたのがここのですね、第三魚市場 A 棟になります。さあ、それでは続いて魚市場の1日の動きについて伺います。はい、まずですね、魚市場の動き、まあ、さっきも言いましたけれども、市内に現在3つの魚市場がありまして、それぞれ市場ごとに対応する漁業とか、あとは水揚げされる魚っていうのが違ってくるもので、それぞれの市場で動く形は違ってくるんですけれども、毎日水揚げがあって競りが行われている第2魚市場、こちらを例に挙げますと、トロール漁業、底引き網漁業のことですねに対応する魚市場なんですけれども、まあ、前の日の6時とかからだいたい8時くらいまで、前の日の夜に漁船は魚を取って帰ってくるんですけれども、夜のうちにもう魚は水揚げして、あとは氷をかけてですね、市場内にこうシートかけて、鮮度が落ちないようにですね、氷かけて前の日から前の日の夜にも市場内に保管しておきます。はい、で翌日の朝だいたい5時から5時半頃ですかね、競りに参加する魚を買いに来る人たちのことを買い受け人と呼ぶんですけれども、そういう人たちはだいたい5時過ぎには市場内に来て、前の日に水揚げされたものを一通りこう見て、その日の入荷量とかですね、どんなものが水揚げされているかとか、あとは魚の状態、鮮度とか見てですね、実際に自分では競りに何円で買おうかっていうのを、まあ、一通りこう見て、その日のこう見立てを行います。はい、そうすると7時からですね、今度は競りっていうのが行われて、で、まあ、市場内に水揚げされた魚がどんどん競りにかけられていくんですけれども、もう競りが終わった魚はもう随時
どんどんトラックに積まれて市内の小売店とかあとは加工場などに運ばれてきます。まあ、魚が多い日であればだいたい9時過ぎとかまでこう競りがかかるんですけども、通常であればもう午前中のうちに競りが終わって市場の中をですね、まあ、きれいに掃除してまた翌日の水揚げに控えるっていうのがだいたい1日の流れになります。そうなんですか。なんとなく水揚げっていうとその早朝というイメージがあって。そうですね、結構漁業によって異なりますね。今の時期であれば八戸近海 で、での生のスルメイカ、この水揚げは朝に出漁して、はい、で夕方にですね4時からまあ6時にかけて今であれば第一魚市場に水揚げされたりですね、逆に巻き網漁業であれば夜のうち、まあ、夕方ですね6時頃に八戸を出て翌朝帰ってきてっていう形になります。その漁業でですね操業する時間と水揚げする時間というのが異なっています。じゃああれですか、じゃあ動く時間は季節によって変わってきたりもするんですか。そうですね、トロール漁業であれば7月8月は休漁とかもありますし、巻き網であれば大体8月から12月操業して他の期間は別なとこに行ってですね八戸近海ではなくて他のとこに行ってこうカツオを取ったり、まあ、時期によってこう八戸に集まる船もありますし、まあ、その季節ごとのこう様子が見れるかなと思います。そうなんですね。第1、第2、第3と魚市場ありますけれども、これだけ市場があるっていうのは珍しい方ですか、それとも一般的ですか。珍しい方だと思います。なんでこんなに3つもあるかといいますと、やっぱりそれだけ魚が取れた、で、まあ、様々な漁業が行われるのでそれぞれの形態に合わせて市場が必要になったということで現在3つあるんですけども、それだけ市場がある分だけこうですね八戸が水産業が盛んだということの証になるのかなと思います。ではこの新しくできました第三魚市場について続いては伺います。はい、まずですね八戸市、さっきも言いましたけども現在3カ所に市場が分散立地してるんですけれども、これは過去の大量水揚げあとはそれぞれの漁業の形態に合わせて3カ所整備したんですけれども、現在ですね水揚げ量だいたい年間昨年であれば約12万トン、ただし八戸のピークの時は年間80万トンの水揚げがありまして、全然違いますね。もう現在ピーク時の7分の1程度にまでこう水揚げが減ってまして、もうこの3カ所の市場がですね現在の水揚げに合わせてしまうと過剰な施設となっております。分散していることもありまして、まあ、それぞれにこう人員も配置しておりますし、あとは買いに来た人がトラックで輸送とかもするんですけれども、やっぱり分散していることによって運営コストもかさみますし、まあ、輸送効率も悪い、あとさっきも言いましたけども昭和30年代の市場ですので老朽化も進んでまして、近年ですね消費者の方が求められる、まあ、水産物食のですね安心安全という要望にも応えられる施設ではこうなかなかなくなってきているというのが現状になります。そこでですね、まあ、平成19年度からですねこの市場を1箇所に集めて集約化して、さらに高度な衛生管理ができる施設を整備していきましょうというのを平成19年度から取り組んでおりました。その第一弾として建設されたのがここのですね第三魚市場 A 棟になります。第三魚市場は八戸市白金町三島下にあります。この A 棟は平成22年3月に着工し平成23年3月完成予定でしたが、東日本大震災の被害を受けたことによる復旧工事を経て9月に完成し、先日10月10日に竣工式が行われました。高機能の魚市場への期待も大きいと思いますが、稼働間際の震災、そしてそこからの復旧ということも多くの方の印象に残りそうです。来週は施設内をご紹介いただきます。以上、何でもお邪魔隊、八戸市第三魚市場からお送りしました。突撃八戸お邪魔隊ってか突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。